おはようございます。山口県のサッカーを盛り上げる番組キックオフ山口、 YAB アナウンサーの八谷秀樹です。まずは前回に引き続き特別企画、田中陽子選手と原川力選手、山口時代の同期によるスペシャル対談をお届けします。今回は共に山口県出身で幼馴染、日本代表としても活躍した田中陽子選手、原川力選手のスペシャルトーク企画第2弾。お二人と同じくレオーネ山口出身で同期でもある秋月さんも加わって、さらに濃いマル秘エピソードが明かされます。田中さんがモテたエピソードとかないですか？あーでも告白されてたよ。それは覚えてる覚えてる。一人いたんですよ、陽子にだけすっごいパスするやつ。何？翔吾、翔吾。あ、翔吾、あ、翔吾。そこ、陽子出さんでいいやろみたいなとこも。そうやったんですよ。優しいパスでしょ？バッとしたパスを。感じてました？その優しさ。いや覚えてないです。こんな話が飛び出すのも幼馴染ならでは。現在はプロ選手やコーチとして活躍する皆さんですが、レオーネ山口時代には厳しく指導されていた経験もあるそうです。帰省した時にレオーネの練習、その中学校、行かしてもらってた時、なんか走ってたよね。走ってた、周りやろ、うん、大原の時走ってて、で力がその時は体力が結構あんまないキャラで、そうなんか結構厳しく言われてた気がする。夜練習終わって家帰って、うん、お母さん自転車で僕だけ走ってみたいな付き合ってもらってました。だから吉木のあたりを走ってたって走ってました、でもそういうやっぱね努力やっぱさすがでは。いやでもみんなしてなかった、そういう人たちじゃなかった、なんか。あ、まあそう、本当にサッカーが好きで、なんか練習時間より早くみんな絶対いたんで、で個人練も好きやったよ ねみんなで、上手くなりたいから、で結構レオーネの練習でボールタッチ、ドリブル結構してたんで、そういうのとかで技とか、リフティングとか、なんか好きで結構やってました。でも30まで現役やるっていうのだって簡単なことじゃないですよ。そうかね、もうなんか好きでその延長でやらせてもらってるから、逆になんかありがたい、そういう環境があって。現役だけじゃないで一線でやってますから、ずっとお二人は。どう、いや好きやけど、好きやけど、それだけじゃね、好きなプレーだけしてたら出れるとかじゃないから、まあでもそっか、お二人がだから山口にいた時とは今の多分山口の子供たちのサッカーできる環境ってだいぶ全然違う、ね、どうなん、やっぱレノファでプロになるってなるんや今の子たちって。あでも今年それこそユースで末永とわっていうのが昇格決まって、やっとちょっとずつユースも整備されてきているから、うん、結構ユースの方にちゃんと上がってくれるようになってきてて、プロが結構近くなりますよね、なんか、うん、近い将来第二の田中選手、原川選手が山口から現れるかもしれませんね。そんな次の世代に向けてお二人からアドバイスが。サッカーを本当楽しみながら、その力と私今なんですけど、その成長する段階が楽しかったりするんで、そうやってサッカー以外にも人生とか本当どこでも大事になってくるんで、あとはチームなのでコミュニケーションもあるんで、本当にそういう仲間も大事にしながら、みんな頑張ってほしいなって思います。僕はそうですね、サッカー、楽しみながら一個やってもらいたいですし、友達とか、ちっちゃい時にしかできないこととか、そういう、家族と一緒にいる時間とか、その中にサッカーがあって、楽しんでくれればいいかなと思います。ちょうどいい声量ですね。ちょうどいい具合の声の大きさで、いや、すって、あ、そんな終わり方や。お二人の小学生時代、知られざるエピソード大変興味深かったですね。でも当時の努力があって今のお二人があるんだなと感じました。
お二人が在籍していた頃に比べてレノファの育成年代、断然に環境が良くなっているというお話もありました。これから第二の原川力、第二の田中陽子、素晴らしい選手が出てくることを期待しています。この後はゴリ押しちゃん、レノファサポーター自慢のグッズを紹介します。ここからはゴリ押しちゃん番外編です。以前放送して大好評だったレノファサポーター自慢のゴリ押しグッズ、今回はその第2弾をお届けします。レノファ山口、昨シーズンのホームゲームでサポーターの皆さんのゴリ押しグッズを見せてもらいました。まずはこちら、選手のサイン入りユニフォーム。推しがここにいます。15番前高い選手です。全部全て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 前選手、愛が溢れまくってますね。そしてこちらの方のバッグからはいろいろ作ってるんです。絶対勝つぞとか8点プラス3超激熱ゲットゴールあ、持つ時もあるし、お手伝いしてくれる人もいるので一緒にやってもらいます。レアものからかは分かんないですけど、あ、これはユニフォーム買った時にもらったやつ。2018年、かわいいですよね。これ安い缶バッジぐらいですかね。これを絶対持ってくるようにはしてます。ガチャガチャでひたすら集めて、ダブったら他のサポーターの方と、もうテレビやば。缶バッジだけではなく、こんなものをつけている方も。ハンドタオルをひっつけているだけで、ちょっと手洗うときにこれ。表裏使えるんで。あ、これあれ？あの。これ息子ヤムジ。あるよ、今日用意してきたんよ。J3 優勝の。T シャツとタオルマスク。私ね、当時はね、まだ東京におったんで、町田とレノファの試合を町田まで行って見に行った時にレノファにハマって、でそこからね、もうレノサポンだったんですね。思い出の詰まった宝物、大事にしてください。続いて作った。え、ちょっとね、何だ。いや、これは公式なんですけど、この後ろにこれ自分で撮った写真を貼りましたね。売らない限りね、大丈夫よね。大丈夫吉岡くんです。真面目でひたむきで一生懸命で、 でも、ピッチに入ったらもう負けん気がもうガチガチで、絶対負けんぞっていうあのプレーが大好きです。続いてはスタジアムでちょっと話題になっていたこのグッズ、制作したサポーターさんを直撃。写真撮ってそれをカラーコピーで拡大して厚紙に貼って、ね、穴開けて、あの試合でこう90分走った後になんか体を張ってまた盛り上げてくれる、もう感動して、なんか恩返しじゃないけど、あとなんかちょっと他の選手とかも笑顔が見られたらいいなと思って、なんかせっせせっせと。選手だけではなく、見に来るお客さんも喜ぶ手作りグッズでした。見てほしいのが、私の手作りなんですけど、これです。これは、勝った時に、レノ丸のところから、勝ったら、なりきりレノ丸です。選手はすごい喜んでくれて、すごいですねって、いいアイディアですって言ってくれたんですけど、エスナイデル監督がこれ覗いてくださいって言ったら、私にやると言うんですかって。エスナイデルさんのなりきりレノ丸、ちょっと見てみたかった気もしますね。そしてキム・ウォムヨン選手のお面、気になっていたんですよ。あの方が作られたんですね。今シーズンもたくさんのキム・ボムヨンお面見られると嬉しいなと思います。もしかしたらちょっと増えてるかもしれませんね。そして今シーズンもホームゲームでは取材予定ですので、自慢の応援グッズを持ってスタジアムでお会いしましょう。以上、ゴリ押しちゃんのコーナーでした。
山口県のサッカーを応援する番組キックオフ山口、ここでお知らせです。1月27日土曜日、山口市中心商店街にてエノファ山口 FC 開幕戦応援パレードが開催されます。選手によるサイン会やトークショー、餅巻きも予定されています。ぜひ足を運んでみてください。キックオフ山口では皆さんのサッカー動画を募集しています。 YAB のホームページ、みんながカメラマンから投稿してください。さあ、レノファ山口、開幕戦まであとおよそ1ヶ月ですね。新チームの取材も重ねているところです。また新しい情報をお届けします。それではまた来週お会いしましょう。キックオフ山口。